ダルド級駆逐艦第一グループは、イタリア王立海軍の駆逐艦。4隻が建造された。フレッチア級駆逐艦があるいは、単に、ダルド級駆逐艦とも呼ばれる。ダルド級駆逐艦の前期型であり、ギリシャ海軍のイドラ級駆逐艦の原型となった。本級より、第二次世界大戦期のイタリア駆逐艦の顕著な特徴である、大型煙突1本へ集約された煙突が見られる。 高速、軽武装を特徴としていたが、後に防空能力を強化するため、対空火器は 20mm 機関砲8門に変更され、さらに1940年には 37mm 機関砲4門が増設されている。この時、爆雷投射機2機も追加された。第二次世界大戦においては、同型艦4隻で第7駆逐艦船隊を編成。 カラビリア沖海戦には全艦揃って参加し、スパルティベント、岬沖海戦にもストラーレ以外の各艦が投入された。ストラーレは、チュニジアのボンサキ沖で座礁し、残る三隻は、イギリス軍の輸送阻止作戦に投入されたが、冴えたが、イデで喪失、フレッチアは、空襲により沈没し、停戦時に残存していたのは、ダルドのみであった。 ダルドは1943年9月8日にドイツ海軍に接収され、水雷艇 TA31 として1945年4月25日に自沈するまで使用された。ありがとうございます。